ヨルムンガンド万歳。ただのジョークさ。明るいジョークで我々の話し合いに和やかな雰囲気をもたらしたかっただけだよ。話を戻すよ。ようこそヨルムンガンドのリーダーよ。いつか君とはこうして会うことになると予想していたんだ。君の名は知っている。君の正体もね。僕は君のことを尊敬しているんだ。君はカスラナの先祖、全文明の人類を率いて終焉まで戦った英雄。しかし同時に、君はヨルムンガンドの孫主、聖魂計画の執行者。ケビン・カスラナ、君は僕に宣戦布告をしに来たのかい？違う。ヨルムンガンドは天命の敵になるつもりはない。ここに来た目的はただ一つ。聖魂計画に協力してもらうためだ。要求には相応の対価が必要だ。何をもってして僕の承諾と引き換えるつもりだい？君の承諾はいらない。服従か滅びるか、君に与えられた選択肢はこの二つだけだ。いやいや、それはいい案ではないよ。君にどれほど強い力があっても、今この世界は僕の天命が維持しているんだ。最悪な展開を想像してみよう。天命が全ての資源を、力を費やして、最後までヨルムンガンドと戦うことを。そう。天命は負けるが、君は時間を失ってしまう。君は大事な時間を失ってしまうのだ。そうしたら、君は最後の日が降臨する前に、聖魂計画を実現できない。そんな結果は望んでいない。そうだろう？だからちゃんと話し合うべきだと思うよ。何せ、僕もヨルムンガンドとの戦闘を望んでいないからね。要求は何だ？僕にも計画がある。終焉が来る前に実現させなければならない計画がね。しかし、崩壊は加速している。人類の想像を超えたスピードでね。文明が進化するように、文明の宿敵も進化しているのさ。今、世界各地で起きている無秩序な崩壊現象は、まさに次の虚数侵入の兆し。第五律者はもうすぐ降臨する。
その通り。君には君の使命があるように、僕には僕の願いがある。しかし、終焉の律者が降臨すれば、何もかも実現しなくなる。時間は流れていく。君だろうと、僕だろうとも。無意味な争いをするより、協力こそが最善の選択だと僕は思う。あるものが必要だ。君が持っていて、しかし君にとっては価値のないものがね。それさえあれば、僕の500年間の願いは叶えられる。それと引き換えに、オットー・アポカリプスという人間は、君。そして、ヨルムンガンドの前から徹底的に消える。何が欲しい？第二の神の鍵。永劫の鍵。千回一条。そのビーコンを君が持っているのは知っているよ。天命が入手した神の鍵は完全ではなくてね。最も大事な部分は、1500年前に君と共に例の先行者によって漁師の海に封印された。ビーコンの導きがあれば、その第0定格出力を完全起動できる。虚数の木に行きたいのか？その通り。観測は永劫の鍵の本当の用途ではない。それが作られた目的は、空の律者の力を再現する。虚数の木への扉を開くことだ。扉の向こうは永久の瞬間、終末の起源、あらゆる真理と法則が生まれる場所。僕がたどり着かなければならない終点だ。その結果を分かっているのか？分かっている。君も分かっているだろう？お互いが分かっているからこそ、この取引に価値があるんだ。ビーコンを僕に渡せば、君はあらゆる平和、資源、それから時間を手に入れる。
要求には相応の対価が必要だ。何をもってしてそれと引き換える？いいぞ。そうさ、対等さ。対等はすべての礎、すべてを支えるもの。これほど歴史的な協力をなすために、僕はそれと対等の誠意を捧げなければならない。権力、富、知識、技術。そんなくだらないものは、君にとって何の価値もないだろう。君にふさわしいプレゼントは、これしかないんだ。これがあれば、君は完璧な傀儡を手に入れることになる。僕がいなくなっても、天命を操れる傀儡をね。今、虚空万象を君に渡そう。チャージ完了。はい、コーヒーよ。ずっと休んでないでしょ。ありがとうございます。信じられません。あまりにも突然すぎます。3日前、天球市にいた時は、まだあんなに元気で何もなかったのに。ハイペリオンに連絡しておいたわ。すぐこっちに合流するはずよ。ベルトもこの件を気にしてる。安心して。彼ほど律者に詳しい人は他にいないから。私もキアナを安全な場所に移動させたいけど、偵察部隊の報告によると、極東付近には天命部隊の影がずっとあるわ。今の私たちが遭遇でもしたら、一巻の終わり。少しでも安全を確保するため、支援が到着するのを待つしかないわ。博士、一つお願いがあります。
正式な診断結果が出るまで、どうかキアナちゃんには内緒にしておいてほしいんです。彼女は危険な状態で、私たちの助けが必要です。でもキアナちゃんがそれを知ればきっと、また何も言わずに消えてしまいます。キアナちゃんは何もかもずっと一人で背負い込んできました。これまでどんな気持ちで各地を転々としてきたのか、私には想像もできません。わかってる。約束するわ。今一番大事なのは彼女の心を落ち着かせることだもの。ありがとう。もうすぐ目を覚ます頃ですよね。医務室に行ってきます。待って。これは？顔を洗ってから彼女のとこに行きなさい。ちゃんとした再会は4ヶ月ぶりでしょ。シャキッとしなさい。メイ先輩。メイ先輩、久しぶり。いや、数日前に会ったばっかだったね。知らないとこにいるからびっくりしちゃった。でもメイ先輩の姿を見て理解した。やっぱり見つかっちゃったんだね。
好きだよ。メイ先輩、どんな髪型でも素敵だね。ごめん。ただいま。キアナちゃん。おかえり。キアナちゃん、体調はどう？何か違和感はない？ないよ。むしろたくさん寝れて元気いっぱいかな。無事に帰ってきてくれてよかった。少し怪我をしてたけど、テスラ博士が手当てしてくれたから安心して。あと過労気味だからきちんと休むようにって博士から伝言を預かってる。あ、そういえば知らなかったわよね。極東支部はもう天命から離脱したの。今はネゲントロピーと協力関係を結んでいるわ。テスラ博士はネゲントロピーの幹部よ。この4ヶ月本当にいろいろあった。これまで何があったかゆっくり教えるわね。そんなことがあったんだ。きっとみんな変わってるだろうね。少し背が伸びてるかな。まあ伸びてないだろうけど。ブローニャちゃんはいつも通りよ。今ハイペリオンがこっちに向かっているからすぐに会えるわ。なんだか少しドキドキする。まだ心の準備ができてないかも。メイ先輩、ただじっと待ってるのも退屈だから、みんなが来るまで外を散歩してもいいかな。気分転換したいの。外を今でも、キアナちゃんは体を休めないと。私がじっとしていられないタイプだってメイ先輩も知ってるでしょ。それに動いた方が早く治るって。ずっと寝てばかりじゃ心も体もなまっちゃうもん。せっかく長空市に戻ってきたんだし、ここを出る前にいろいろと見ておきたいんだ。わかったわ。でも私も一緒に行くからね。やった、メイ先輩と一緒にお出かけなんていつぶりだろう。メイ先輩がそばにいてくれれば、病気だろうと怪我だろうとあっという間に治るよ。もう遠足に行くんじゃないんだからね。
外の空気はいいね。キアナちゃん、ほら、ジャケットを着て。わあ、綺麗に洗濯されてる。ありがとう。もうなくさないでね。よく似合っているわ。そんな褒めてくれるなら、これからずっと着ておこうかな。行きましょう。せっかくテスラ博士が許可してくれたんだから、時間を無駄にしないようにしなくちゃ。キアナちゃん、まだ起きたばかりだし、あまり無理。分かってるよ。でも本当に大丈夫だから。かしこも同じ景色。町も建物もみんな水の下だよ。メイ先輩、覚えてる？あの時もこうして町を歩いたよね。ええ、覚えているわ。キアナちゃんたら、走りながらお腹の虫を鳴らしてた。あと、すぐ食べ物の話をしていたわよね。そんなことは覚えてなくていいの。うん、メイ先輩ってば変わった。冗談よ。ちゃんと覚えているわ。キアナちゃんと一緒にゾンビから逃げたこと。神社に行ったり橋に行ったり。思い出の場所はもう全部水没しちゃったのが残念だけど。ブローニャちゃんも一緒だった。思い返すとまるで昨日のことみたい。
時間が過ぎるのって早いよね。気づいたらもう3年だもん。この3年間私たちもいろいろ変わったわ。そう？そんなに変わってないと思うけど、メイ先輩はメイ先輩で、私は私、昔のままだよ。ヘリオス号から離れているけど。うん、どうしても行きたい場所があるんだ。千葉学園に行ってみたい。超空誌全体が水没してて道がわからない。メイ先輩は千葉学園への行き方わかる？もっと奥の方にあった気がするんだけど。昨日遠くからだけど学園の教室棟を見たわ。行けるけど、学園まで通じているかどうかはわからないわ。それにあそこには多分何もないはずよ。いいの、たとえ廃墟になってたとしても行ってみたいんだ。ねえメイ先輩、連れてってよ。わかった、案内するわ。こっちの方だと思うけど。この辺りで見かけたの。先に進みましょう。
き止まりね。そんな。道が水没してる。歩けそうなところもなさそうね。キアナちゃんどうする？ああ、仕方ないよ。そろそろ時間だし戻ろっか。キアナちゃん、ずっと聞きたかったんだけど、どうして直視に戻ろうと思ったの？実はこれといった理由はないんだ。ただどんな風になったのか見てみたくて。あの時ヨルムンガンドと天命の衝突から逃げた後、頭の中がごちゃごちゃで体の調子も悪くて、だから人のいないところで落ち着きたいと思ったんだ。その時長空師のことが頭をよぎったの。人が迷った時って始まりの場所を思い出しちゃうのかもね。ここでメイ先輩とみんなに出会ったから、あの時の気持ちをここで探したかったのかも。メイ先輩。ううん、なんでもない。どうしたの、キアナちゃん。私ね、今でもあの日のことを覚えてるよ。この4ヶ月間いろんな都市に行って、崩壊のせいで苦しむ人々をたくさん見てきた。頑張って頑張って逃げようとしたけど、あの悪夢からは逃れられなかった。逃げるだけじゃダメだって気づいた。逃げることよりも、もっと大事なことが私にはあるって分かったの。大勢の人たちに、みんなに、そして自分の運命に向き合わないといけない。私はキアナ・カスラナじゃなかった。パパの娘でもない。私は実験体 K423、 空の律者の器。違うわ。大丈夫だよメイ先輩、大丈夫だから。全てを受け入れたのは、何も私がやけになったからじゃない。逆に自分のすべきことが分かったからなの。空の律者を封印することが私の責任。それだけじゃない。彼女の力で苦しむ人々を守ることもそう。崩壊のせいで傷だらけになった世界を救うことだってできる。
天球史でたくさんの人を助けたけど、助けられなかった人もたくさんいた。でもあそこで過ごした日々は私にあることを分からせてくれた。メイ先輩、私が生まれたのは運命のいたずらだったかもしれない。でも私はそれを意味あるものに変えることができる。私の物語は美しくないかもしれない。だけどこの世界をより美しくすることはできる。これはあの人との約束だから。キアナちゃん、今思えばこれが超空師に戻った理由かもしれないね。ここが全ての始まり。3年前私はここを走って戦って遠いどこかに向かおうとした。そしてメイ先輩やみんなと出会って美しい世界のため戦うことを願った。それが私が最初に抱いていた気持ち。今でも私は自分の選んだ道を歩み続けてる。そう考えるとそんなに怖くないんだ。何も変わってない。キアナちゃん、名前も生まれも関係ない。あなたはあなたよ。私の、そしてみんなの大切な仲間。ずっとずっとそばにいるから。ありがとう、メイ先輩。この4ヶ月、いろんな再会を想像してきたんだ。ここで、メイ先輩と再会できて、本当に良かった。はぁ、あ。ただ、千葉学園に行けないのは、ちょっと残念だけど。全てが落ち着いて何もかもが終わったらまたここに戻って千葉学園に行ってみましょう。あまり長いとテスラ博士が心配するわ。うん、わかった。メイ先輩は先に行ってて、もう少しだけ学園を見たらすぐ追いかけるから。また上昇してる。それに崩壊エネルギーが土や水の中から少しずつ湧いてきてる。やっぱり
長空師に異変が起きてるみたい。何かがもうすぐ爆発するんだ。いけない、こんな危ないことに巻き込めない。話したらすっきりした。なんだか気持ちが軽くなったし、どっちが早く戻れるか競争しようよ先輩。調子に乗らないの、まだ万全の状態じゃないんだから。チェ、分かったよ。からだね。
ベナレス。キアナちゃん、近づかないで。メイ先輩、ちょっと待って。私を呼んでる？なんだか他の崩壊獣とは違う気がする。怖がらないで。傷つけたりしないから。キアナちゃん、何をしたの？ひどい怪我なのに、必死に立ち上がろうとしてる。おかしいんだ。こいつを見てると、どうしてか懐かしさがこみ上げてくるの。これで元気になったよね。ほらね、攻撃する気はないみたい。キアナちゃんの命令に従っているの？うまく言えないけど、このまま放っておくと、こいつが危ないことをしちゃうような気がする。素直に言うことを聞いてくれてるし、それに越したことはないんじゃないかな。ずっとキアナちゃんにくっついて離れたくないみたいね。その子をヘリオス号まで連れて行くの？あ、そっか、そこまで考えてなかった。でも、あの赤毛のツインテール博士なら、話せば分かってくれるよね。あのね、野良犬や野良猫ならまだしも、崩壊獣を拾ってくるなんて聞いたことないわよ。人型ロボット、難民の女の子、そして審判級の崩壊獣。次はヨルムンガンドの幹部でも連れてパーティーを開くなんて言わないわよね。
すみません、ご迷惑をおかけして。まあいいわ、熱に怒ってないし、ちょっと意表をつかれて驚いただけよ。でもある意味、その崩壊獣がキアナに従順なのはいいことよ。厄介な敵が減るってことだからね。しばらくはこのままヘリオス号にいてもらいましょう。で、話を戻すけど、あんたたちが出かけている間、本部との話し合いに結論が出たの。キアナちゃんを治す方法が見つかったんですか？テスラ博士？ついてきて。直接説明したいって言われてるの。アインシュタイン博士、どうされたんですか？メイ、もうテスラ博士からキアナの状態を聞いているね。はい、楽観はできないと。もう、あまり時間が残されていないとも聞きました。博士、どうすればキアナちゃんを助けられるんですか？メイ、君には全てを知る権利がある。だから君には包み隠さず、全てを伝える。話し合いの結果、キアナはすぐにでも北極海近くのバフィン湾基地へと移送させ、安全措置を講じることとなった。ネゲントロピーは彼女を危険から守り、最悪な状況を防ぐと同時に、リスクをなるべく最低限に抑えたいと考えている。リスクですか？意味がよくわかりませんが。メイ、落ち着いて聞いてほしい。キアナの状態はかなりひどい。リツシャコアが彼女の体を今も侵食し続けているんだ。コアにはまだシーリンの意識が残っていると、そう僕たちは推測している。これ以上の悪化を防ぐには、シーリンを徹底的に消滅させなければならない。しかし、それはキアナを除いて、誰にも干渉できないことなんだ。どういう意味ですか？つまり、僕たちの力では現状の打破はできない。テスラ博士といくつも案をひねり出したよ。外的な力によってコアを強制的に剥離させる方法や、中和結成で体内の崩壊エネルギーを浄化させる方法とかね。だが、いずれの案も却下された。どれも根本的な解決に至らないからだ。
もっとストレートに言うと、僕たちには彼女を治す方法がない。彼女の症状を緩和する術すらないんだ。そんな、まさか指をくわえてただ見ていることしかできないんですか？アインシュタイン博士、もう一度考えてください。どんなことでも手伝います。たとえ時間稼ぎにしかならなくても協力は惜しみません。本当に、本当に方法はないんですか？すまない、メイ。キアナは必死に侵食に抗っている。僕たちは彼女を信じると同時に全力で治す方法を探すしかない。しかし最悪な展開になれば、悲惨な決断も下さなければならないだろう。悲惨な決断って何ですか？すみません、聞かない方が良かったですよね。わかりました。メイ、あの難民の女の子があんたを訪ねてきたわよ。何の用か聞いてきたら？わかりました。彼女にとって残酷すぎるわ。深呼吸してリラックスした方がいい。君もいい状態とは言い難いんだ。これからキアナ本人と向き合わなければいけない。完了。メイ、こんにちは。クーちゃん、どうしてここに？実はね、今回先生が戻ってきたのは私たちを超空師から連れ出すためなんだって。信じられないよね。外に新しいお家を用意したから、みんなをそこに連れて行ってくれるみたい。今みんな喜んで荷物の片付けをしてるんだけど、メイとキアナさんのことが気になってね。ここを出る前にもう一度会いたかったから、こっそり抜け出してきたの。もうキアナさんを見つけたって先生から聞いたよ。今どこにいるの？あ、ごめんなさい。キアナちゃんは少し疲れてて、中で休んでいるわ。
あ、ごめんなさい。忙しかったかな。これ受け取って。これは、てるてる坊主？うん、自分で作ったの。長空市を出て外の世界を見てみたいって毎日お願いしてたら本当に叶ったんだ。だからメイのお願いが叶うようにメイにあげる。先生以外に私たちに優しくしてくれた人はメイと博士だけだから、二人のこと絶対に忘れないよ。戻るね。バイバイ、メイ。待って、この都市はまだ危険だから、巣まで送るわ。一緒に歩きましょう。
やられたらやり返す。着いたわ。倍返しよ。さ、行って。みんなが待っているわ。どうしたの？気のせいかもしれないけど、メイが何か悩んでるような気がして。キアナさんを見つけたのにどうして暗いのかなって。まさか喧嘩？そのちょっとしたトラブルがあったの。心配しないで、なんとかなるから。うん、メイのカレーはみんなを笑顔にするから、キアナさんも食べたらきっと嫌なことを忘れるはずだよ。ありがとう。やってみるわ。クー、そこで何をしている？早くみんなのところに行くんだ。もうすぐ出発する。あの子は本当にお前が好きだな。どうしてもお前にお別れを言いたかったみたいだ。気づいたらお前のとこに行っていた。子供たちをどこへ？そう疑うような表情はよせ。安全な場所だから安心しろ。ずっとあの子たちを連れ出したかった。やっとチャンスを手にしたんだ。お前に礼を言わないとな。今まであの子たちは外の世界や他人の目、よく知らない環境に怯えていた。お前があの子たちの考えを変えてくれた。見知らぬ人にも優しさや善意があると、お前が子供たちに教えてくれたんだ。あの律者が子供たちの心に残した空洞をお前が埋めた。この真相を子供たちが永遠に知ることがないよう願っているよ。本題に戻ろう。その沈んだ表情を見る限り、今のキアナの状態を十分に理解したようだな。嘘ではなかっただろ？確かにネゲントロピーは彼女を治すために動いてくれるが、その全てが無駄に終わる。どうやって彼女を助ける？
理想を追い求めてか、希望を抱いてか、それとも人と人との思いとやらでか。黙ってください。ああすまない、誤解するな。お前を嘲笑うために来たんじゃない。お前と争っている暇もないんだ。ただお前なら知りたいだろうと思ってな。ライデン・メイ、ヨルムンガンドはお前と取引をしたいんだ。あの娘を助けたいんだろ。天命にはそれができない。ネゲントロピーにもだ。だがヨルムンガンドにはできる。何ですって。私の提案に興味があるなら、2時間後、一人でここに来い。用事があるから先に失礼させてもらう。待ってください。今の話を聞かせてください。これは私たちだけの秘密だ。他言はするなよ。ヨルムンガンドの孫主がここでお前を待っている。荷物の片付けは終わったか。はい、いつでも出発できるよ。でも本当に先生は一緒に行かないの？ああ、用事があってな。少し遅れる。心配するな、すぐに追いつく。お前はいい子だ。私がいない間、みんなの世話を頼む。元気を出せ。ずっと外の世界を見てみたかったんだろ。新しい家は広くて、お前たちの好きなものがたくさんある。長空師とは全く違うから、楽しみにしているといい。旅を楽しむよ。でもいつここに戻ってくるの？
長。はじめまして、キアナ。すでにメイから聞いてると思うけど、一応自己紹介しておくわね。私はフレデリカ・ニコラ・テスラ。こっちはリーゼル・アルベルト・アインシュタイン。私たちはネゲントロピーのメンバーで、極東支部とは協力関係にあるわ。知ってる。この4ヶ月の間にあったことはメイ先輩が全部教えてくれた。そういえばメイ先輩が一緒にいないのはこの間に今いないから？ちょっと用事があってね。しばらく帰ってこないと思うわ。そうなんだ。じゃあ、気にする必要はないね。私の体、良くないんでしょ？嘘をつく必要はないよ。自分の体は、自分が一番わかってるんだから。最初はちょっと感覚が鈍っただけだったけど、だんだんと痛みを感じなくなっていった。今はもう怪我をしたことすら気づけなくなってる。キアナ、ハイペリオンが今超空死に向かって航行中だ。すぐに君を安全な基地へと送ることになっている。ネゲントロピーは全力で君を守り、君のために時間を稼ぐことを約束する。分かった。あんたたちを信じるよ。でもその前にしておかなきゃいけないことがあるんだ。何？超空死に危機が迫ってる。ここに来た時気づいたの。水中の崩壊エネルギー濃度が恐ろしいほど高くて、崩壊獣の活動が他の場所よりもずっと激しいってね。それから2日経ってもその状況は悪化する一方で、海水が上昇し崩壊獣もより増えてた。何かが起こる前兆だよ。その件に関してテスラ博士も言っていたね。ええ、2日間の実地探査を行った結果、超空死の崩壊現象が強まっていっていることが分かったわ。
ここはもともと第三次崩壊のせいで大量の崩壊エネルギーが溜まっていたけど、今は状況がどんどん悪化してる。最初は空の律者の影響による変化だと思ったけど、どうやらそうじゃないみたいね。私じゃないよ。別の何かが超空詞に異変を起こしてる。崩壊エネルギーの濃度は今も上がり続けてる。いつ爆発するかもわからない。このまま放っておいたら想像もできない最悪なことが起こるよ。その通りだろうね。ネゲントロピーはすでに救援部隊を用意している。超空詞の爆発が迫り次第すぐ行動に移せるようになってるよ。極東は天命の管轄とはいえ無視するわけにはいかないからね。博士、この災害を阻止する方法があるよ。私なら災害が発生する前に超空詞の崩壊エネルギーを全て吸収できる。空の律者の能力でね。あんた、自分が何言ってるか分かってんの？キアナ、それはいけない。君はもう律者の力を使うべきではないんだ。超空詞の問題はネゲントロピーが対応する。僕たちを信じてくれ。アインシュタイン博士、誤解してるよ。私だって全てうまくいくことを願ってる。この危機を無事に乗り切ることはみんなが望むことだもん。だけど、もし仮にだけど、私たちの予想を超える何かがあったら。私にできることをさせてほしい。この話はひとまずここで終わりにしよう。ハイペリオンが超空詞に着いたら状況を見て詳しい判断をする。他に知りたいことはないかい？最後に一つだけお願いがあるの。なんだい？ここを出た後、あんたたちの言うことを何だって聞く。収容や治療にも協力する。自分が爆弾と同じで、人のいないところに隔離するのが一番安全だって分かってるから。だからね、極東支部のみんなを遠ざけてほしい。空の律者の問題が完全に解決されるまで私に近づけさせないで。彼女たちはあんたのそばにいることを願ってる。それはあんたも分かってるはずよ。うん、知ってるからお願いしてる。危険な目に遭わせたくないんだ。天球史でメイ先輩と再会したとき、
自分の目を疑ったんだ。メイ先輩は変わってた。やつれて疲れがにじみ出てた。必死に平気なふりをしてたけど、私には一目で分かったよ。メイ先輩はセーフレイヤーで仲間を見つけて、帰る場所や過去に失ったものをやっと手に入れたのに。過去のトラウマだって克服してた。なのに私のせいで何もかも壊してしまった。数えきれないほどの凍える夜、数えきれないほどの悪夢の中で、私は先輩の胸を引き裂き、血に染まった宝石を握る自分の手を、彼女が気絶してゆっくりと血の海に倒れていく姿を見てきた。私は。それは空の律者よ。あんたのせいじゃない。彼女たちは一度もあんたのせいにしたことがないわ。分かってる、分かってるから受け入れられないんだよ。あんなことがあっても、昔みたいに私を信じて、仲間として私の帰りを待ってくれてる。だから、もし私がまたあの化け物になっても、きっと彼女たちは私を見捨てない。何があっても私を守ろうとする。その時、私はあと何回大事な人を死なせるの？私、そんなこと二度と起こしたくない。これは私とシーリン二人のこと、決着をつけないと。でも、もうみんなを巻き込みたくない。もう周りの誰かが傷つくのは見たくないの。
さあ、一本の木を想像しよう。それが虚数の木だ。巨大な木。その頂点は目に見えないほど高く、その葉は空をも隠す。木の下にあるのは広い海だ。その深さは計り知れない。その境界に触れることもできない。天と地の間には木と海しかない。そして果てしない競争が始まった。海は広がり続け、木は根を伸ばし成長し続ける。片方は相手を飲み込もうとし、もう片方は相手を吸収しようとする。海の水が染み込んだ木は無数の歳月を経て無数の枝に分かれ始め、無数の花や葉を実らせた。この終わりのない長い過程の中で、その取るに足りない片隅に新しく生えた芽。そこに人類という名の文明が生まれた。想像してごらん。虚数こそが人類の起点、文明の始まりだ。時間は虚数の幹に流れて、時間のように無限の世界に分かれる。どの枝も一つの文明、そしてどの花弁もそれが時間という次元に残した現在と過去。しかし世界の発展には制限が必要だ。漁師の海との競争の中、枝葉の成長方向はあるメカニズムによる選別と是正を受け続ける。それは自然にできたメカニズム、虚数に由来するメカニズム、保育と滋養のメカニズム、そして洗礼と淘汰のメカニズムだ。人類にとってそれは崩壊という名の災害であった。
そうさ、その通り。人類は永遠に崩壊から逃げられない。人類は前に進むしかない。なぜなら虚数の木には成長が必要だ。そうでなければ我々は失敗した世界のように滅び、漁師の海の泡沫になるだけ。永遠の安らぎを手に入れたいなら、人類は文明の起点、虚数に戻らなければならない。そして僕が追い求めた答えも、きっとあの虚数の木に存在する。この階段が最高の結果を導き出したこと、とても嬉しく思うよ。ビーコンの引き渡しをなるべく早く済ませたいが、時間と場所に関して何かこだわりは？君が決めて構わない。うん、そうだね。もう待ちたくはない。その価値をすぐに証明したいんだ。第二の神の鍵を起動するためには、崩壊エネルギー、大量の崩壊エネルギーが必要だ。ああ、あった。最適な場所。極東の長空市だ。第三次崩壊の発生地か。その通り。3年前、虚数の木とつながる特異点が残されていた。第三律者が眠りに入った今でも、崩壊エネルギーが特異点から湧き続けている。あのエネルギーは大崩壊の触媒によって増幅し続け、もうすぐ爆発の臨界点に至る。なんという偶然。3日後、天命は旋回一乗を長空市に移す。ビーコンを手に入れると同時に第一回のテストを始めよう。おや、もう行くのかい？残念だ。
君と共に祝杯をあげようと思っていたんだが。ケビン・カスラナ、今日この会談は君にとっても僕にとってもこの世界にとってもとても意味のあるものであったと僕は信じているよ。天命と蛇の協力に乾杯。チャージ完了。あら、メイ、戻ってたの？はい、今ちょうど戻ってきました。少し心配でクーちゃんを送ってきたんです。それで少し時間がかかっていました。キアナちゃんはまだ医務室にいるんですか？ええ、さっきもう一度検査したばかりよ。状況は変わらないわね。きちんと休んでもらいましょう。ハイペリオンがもうすぐ到着するから、あと少しでここを出られるわ。キアナちゃんですが、起きてからまだ何も食べていないので、きっとお腹が空いていると思います。キッチンで何か作れないか見てきますね。メイ、待って。どうかしましたか？ボサ頭はね、馬鹿正直で事実を率直に話す人なのよ。科学者としてはいいことだけど、日常生活だと少し融通が効かないところがあってね。だからあいつが言ったことあまり思い詰めないで。ええ、大丈夫ですよ、テスラ博士。この4ヶ月ネゲントロピーと一緒にいて、あなたたちが優秀な科学者であり、理にかなった判断をしてくれていることは分かっています。事実を教えてくれたこと、とても感謝しています。辛いのは分かるわ。私たちも解決策を頑張って探すから。ありがとうございます。メイ先輩、戻ったの？ええ、そろそろお腹が空いてる頃かなと思ってご飯を作ってきたわ。うわー、メイ先輩のカレーだ。まずはこれでお腹を満たしましょう。他に食べたいものがあったら用意するからね。食べて、まだあるから喉に詰まらせないようにね。
ちそうさま。4ヶ月も経ったのに、キアナちゃんの胃袋と食べっぷりは何も変わらないわね。だってついこの間までちゃんと食べれてなかったんだもん。こんな懐かしくて幸せな味は久しぶりだよ。この爽やかな口当たり、程よい辛さ、やっぱりメイ先輩の料理が私にとって一番だね。気に入ってくれてよかった。少し辛くしすぎたんじゃないかって心配だったの。大丈夫大丈夫、ちょうどいい辛さだよ。汗も出てすっきり、おいしい。お水も飲んでね、むせないように。これからハイペリオンにキアナちゃんを乗せてネゲントロピーの基地に送ると博士から聞いたわ。彼女たちは信頼できる人だから、ちゃんと協力してあげてね。心配しないで、メイ先輩。私は大丈夫だから。キアナちゃん、きっと良くなるわ。きっと良くなるから。洗い物してくる。ゆっくり休んでね。パプリカのカレーは辛くないわよ。
やられたらやり返す。倍返しよ。渡りガラスの行った場所はここよね。誰もいない。クーちゃんたちはもう出発したのかしら。来たんだな。早くもなく遅くもなく、ちょうど2時間。お前みたいな時間を守る奴は嫌いじゃない。約束通り一人で来ました。聞くまでもなく、もう覚悟はできているようだな。ついてこい。子供たちがいなくなったら、ここは一気に寂しくなった。下にある廃墟のように、静かで、荒涼としていて、少しも生気がない。彼女たちはこれからどうなるんですか？安全な施設で治療を受けるよ。コントロールされた崩壊エネルギー環境、カスタマイズされたプログラム、より広く自由な生活空間。物質条件的にも精神衛生的にも素での生活とは大違いだ。最後の治療が終わったら、あの子たちの精魂は完全覚醒する。その時、あの子たちは過去を乗り越えて、新しい人生を始められるんだ。ヨルムンガンドは、そう簡単に彼女たちを手放すと思いますか？彼女たちは貴重な精魂覚醒者です。あなたの仲間がやすやすと手放すとは思えませんが。問題ない。孫主の命令だからな。彼が約束してくれた報酬だ。報酬？ここだ。孫主はこの奥にいる。二人で話したいそうだ。扉を開けてください。驚いたな。初めて会った時、お前はただの無邪気で純粋ないい子ちゃんかと思ったが、ここ数日でお前の目はまるで別人のようになった。この短期間でお前は変わったよ。お前の欲しかった答えが手に入ることを祈っているよ。行きな。幸運を祈る。
やられたらやり返す。あなた倍返しよ。ケビン・カスラナ、ヨルムンガンドのリーダーだ。カスラナ、ライダン・メイ、君には助けたい人がいる。しかし天命もネゲントロピーも君の願いを叶えられない。ヨルムンガンドならあの子を助けられると君に約束しよう。条件は何ですか？君だ。具体的な方法を知りたいです。そして彼女が危険な状態から脱するところをこの目で見たいです。それができるなら私は何でもします。あのキアナという子はかなり危険な状態だ。コアの侵食は限界を超えている。彼女に生きていてほしいなら、余ったコアを彼女の体内から分離させるほかない。君には、再び雷の律者になってもらう。選ばれた律者だ。
には虚数の木とつながる扉が残っている。第三次崩壊で残されたエネルギーがその扉に吸収された時、君は再び覚醒し、キアナから雷のリッチャの力を奪う。新たなリッチャコアは君の中で凝結し、コンケストジェムは消えてなくなる。コアが一つ少なくなれば、彼女の症状も軽くなるだろう。私がリツちゃんになればキアナちゃんは助かるんですね。その通りだ。では迷うことはありません。3年前、彼女は私を暗い闇から連れ出してくれました。キアナちゃんがいなければ今の私はいません。彼女のためなら喜んで暗闇に戻ります。しかし、もし私がまた崩壊に操られたら、その時はあなたが。心配することはない。そんなことはさせない。君が気にするべきなのは、リツシャになった後のことだよ。今回、君はキアナを助けるが、彼女はまた危険にさらされる。彼女は必ず空のリツシャの力を使う。周りの人々のために、この世界のために何度も使うだろう。崩壊が存在する限り、リツシャがいる限り、彼女は立ち上がって自分を死に追い込む。血が尽きるまで。彼女のような人はたくさん見てきた。死や恐怖を目の前にしても、その者たちは正しいことをし、自分の信じた道を歩く。そして彼らはいなくなった。誰も帰ってこなかった。
なことさせます。君は彼女を止められない。そうでなければ君はここに来ないだろう。しかし君にはもう一つ選択肢がある。蛇の一員になるという選択肢が。何ですって？間もなく律者は次々と現れる。人類と崩壊の戦争は次の段階に入るんだ。君がヨルムンガンドと共に行動し、崩壊を消滅させ、律者を捕らえ、その力を封印することを選べば、これ以上空の律者が力を増長させることもなくなる。キアナのそばを離れることだけが本当に彼女を危険から守ることができるんだよ。そして成婚計画が完了した暁には君も彼女も人類に戻れる。扉は開かれた。もうしばらくしたら巨数の木がこの都市に現れる。眠る崩壊エネルギーが地脈から解き放たれるだろう。それを吸収すれば君は再び雷の律者となり、彼女のために時間を稼げる。命を救いたいのであれば、君に残された道はただ一つだ。僕をヨルムンガンドを信じるかどうか決める時間を君に与える。来年ね、キアナの運命は君の手の中にあるんだ。君を説得する必要はない。なぜなら君は僕よりも理解している。彼女の理想は世界を救えるが、彼女自身は救えないと。怪物は漁師の影。どうして上空師に漁師の影が。ライデンブレード、ライデン
海面が下がっている。いや、違う。巣が上がっている。建物が空に向かって集まっている。テスラ博士が提供した合流座標まであと30キロ。航路正常、敵影なし。偵察部隊が見た天命部隊は？極東列島の西岸に着陸した。これ以上進むつもりはないようだ。おそらく天命も超空師の異変を察知し、ヴァルキリーを周りの都市に駐屯させているんだろう。ネゲントロピーの救援部隊も位置についた。崩壊エネルギーが爆発する瞬間、即時に行動を展開し、被害を最小限に抑える。決して、キアナに空の律者の力を使わせはしない。やはり少し心配だわ。静かすぎるのよ。この感じ、天命での戦いを思い出してしまう。不安。何？報告です。超空誌にて異常崩壊エネルギー反応を検出しました。時速320キロの不明物体が複数正面から接近中。現在映像を補足中です。敵手？天命か？いいえ、漁師の影です。漁師の影がハイペリオンを攻撃しています。選手が激しい衝撃を受け、防衛砲が大破しました。
なんですって？どうしてここに漁師の影が？ブローニャたちを二手に分かれさせて、環境とエンジン室を守ってもらいなさい。デッキにいる敵は私が片付けるわ。接近中だ。アインシュタイン博士、これはどういうことなの？海水が波立ってる。津波よ。津波と嵐が都市に迫っているわ。どうして極東に漁師の影が？上空市に一体何があったの？超空死の海水から崩壊エネルギーが恐ろしいスピードで湧き出している。それが空の光へと向かって集まっているんだ。あれは決して漁師の海ではない。テレサさん、これは厄介なことになったかもしれないよ。覚えているわ。あの夜、たまたま窓辺から星空を眺めていた私は、ふと不思議な感覚を覚えたの。まるで私が星空を見ているんじゃなくて、星空が私を見下ろしているような。広がる銀河の下で、私は人類がこんなにも小さいと、周りのすべてが微々たるもののように感じたわ。
その時、私はある考えに至ったの。この空にあるすべての星が、私たちの敵だって、そう確信した。すべての星が、僕たちの敵？ええ、その通りよ。物理の教科書に宇宙探査機が64億キロも先から地球を撮った写真があるでしょ？ああ、覚えてるよ。あの写真、何もないように見えるけど、よく探すと青くて小さな点があるんだよね。そう、それが地球よ。私たちが生まれ育ったこの星、46億年も存在するこの星は、広い宇宙の中で小さな光の点にしか過ぎない。人類の数千年の歴史の中で数十億の命、数えきれないほどの知識、文化も宇宙というスケールからしてみれば全て取るに足りない。よく考えてしまうの。こんな広い宇宙にとって一人の人間ってどれほどの意味があるのかしら。何を笑っているの？いやいや、とても新鮮だったからさ。今まで他の女の子とデートして星空の話になると、いつも星座や血液型の話になるんだけど、星空から宇宙や人類の話をしてくる女の子は君が初めてだ。さすがだよ。あ、君は特別、他の人とは違うって意味だよ。続けてくれ。今の話は面白い。その続きが聞きたいな。もう終わりよ。あなたまだ私の質問に答えていないわ。ああ、そうだったね。うん。そうだな。君の言った通り、宇宙はとても広くて、それに比べると地球はあまりにも小さい。多分、この星空にとって、僕たちは、それと僕たちの大事な全ては、何の意味もないんだろう。確かにね。重い結論になってしまった。それでも私もあなたもこの世界で生きている人々にも生きる意味がある。私たちは生きて存在する。人生の選択をして今という瞬間を生きている。もともと人類に意味はないけど、私たちは私たちに意味を与えた。
今の君は哲学者に見えるよ。宇宙の本質に関する問題では科学と哲学はもともと相通ずるところがあるわ。それより気になることがあるんだけれど。どうしたの？あなたはこういう話に興味がある人に見えないわ。でも私の話を最後まで聞いてくれた。この会話に価値があると思うの？正直に話してほしい。価値があるかどうか聞かれると僕もわからないかな。だって君が言ったことの僕はその半分、半分以下しか理解できてないから。でも君が真面目にそれを語ってる時の顔がすごく魅力的だったから僕は聞きたいと思ったんだ。そんな理由で？あ、どうして？わからない。というより僕も知りたい。君を見習ってこの質問の答えをちゃんと考えてみるよ。やっと笑ってくれた。その笑顔とても素敵だよ。今年の夏、私はムー大陸に行って学術講演会に参加するわ。有名な物理の教授や学者たちがたくさん来るの。彼らと交流して私の考えについて話してみたいと思ってる。少し傲慢に聞こえるかもしれないけど、世界を変えられる人たちと知り合いたい。その一員になりたいと思っているわ。この星空の下で自分がどれほど歩けるか見てみたいの。頑張れ。いつか君は今日言ったことを全て実現させると僕は信じてるよ。あなたは？ケビン君は将来の計画とかないの？全くないよ。君のように崇高な理想を持ってない。世界を変えるとか僕にとってはあまりにも遠いんだ。僕は毎日をちゃんと過ごして、友達を大事にして、今という瞬間を楽しみたい。楽しく自由に生きていたい。将来のことを考えたりは？考えたくないよ。世界はこんなにも広いんだ。
僕を受け入れてくれる場所や僕のやるべきことくらいあるはずさ。ひたすら前だけ見つめたら、僕は僕のそばにいる人たちを見失ってしまう。だって僕は高校生だよ。天真爛漫で楽しく生きてる方が僕らしい。調子のいい人ね。でもその願い叶うといいわね。あ、僕たちの願いが全部叶うといいな。あ、そうだ、今年の夏僕も一緒にムー大陸に行くよ。やられたらやり返す、倍返しよ。
何があったの？どうしてチョーク氏がこんな風に？ヨルムンガンダはどこにいるの？キアナちゃん、ヘリオス号が危ない！漁師の影がまた、この感じますます凶暴になってる。あの光の柱、この景色を私は見たことがある。空の律者の力を使えば、空にある穴を閉じてこの災害の根源をなくすことができる。
だ治ってないし、これ以上戦っちゃダメ。メイ先輩、放っておくわけにはいかないよ。怪物が現れてるし、崩壊エネルギーも集まってる。この災害はすぐに他の場所に蔓延するよ。それを止めないと。身勝手な行動はやめて。自分の状況をまだ分かってないの？そんな危険なことをしたら、キアナちゃんの体は。それはいいの。キアナちゃん。メイ先輩、分かってるよ。自分のことも体のことも全部分かってるよ。いや正直に言うとね、怖いよ。死ぬかもしれないって思うと体が震えちゃうの。でも怖いからって逃げるわけにはいかない。私は私のできることをして背負うべき責任を負うよ。そうしないと私のせいで傷ついた人や過去の自分に、姫子先生に合わせる顔がないもん。メイ先輩、心配しないで。私は強いんだから。安心して待ってて。キアナちゃん、嫌よ。完了。捕まって、絶対に死なせない。な、何してるの。見てわかるでしょ、あんたを助けてるんだよ。もう片方の手にも捕まって。ダメよ。私の理性がまだあるうちに。
てもまずはここを登ってから話そう。せっかくあんたを正気に戻せたのに放っておくなんてできないでしょ。このままあんたが死んだら一生後悔する。私はあなたと出会った。私の人生は初めて他の誰かと混じり合った。あの日から孤独と寂しさは徐々に消えていった。いつからか私はもう暗闇を恐れなくなった。そこには光がずっとあることを私は知っているから。キアナちゃん、早く戻って。早く戻って。
私はずっと甘く考えて何も変わらないと。けどずっと私のそばにいたあなたよし私の触れられない場所に飛んでいった。わかったわかった。わかってる。あなたは少しも変わってない。あなたは今でも知らない人に笑って手を差し伸べる女の子。たとえ不公平なことをたくさん経験しても、この世界は完璧じゃないことを知ったとしても、たとえ挽回できない悲劇があると分かっても、あなたは昔のように、仲間のために、他人のために、あなたが信じた美しいもののために戦う。キアナちゃん、きっとあなたはヒーローになれるよ。世界はあなたがヒーローになるのを待ってる。でも、間違えていたのは、
私かもしれない。キアナちゃん、もう昔みたいに戻れない。チャージ完了。メネレス、何があったの？キアナちゃんはどこなの？何これ。
早くしないと。キアナちゃんを見つけないと。なんて体が動かない。久しぶりだ、泣き虫。お前はいろいろ変わった。お前が私の前に来るのは、これが初めてだ。もう怖くないのか？これ以上前に進めば、さらなる地獄に落ちる。お前は今の全てを失い、仲間や家族と離れ離れに。お前は疑われ、非難され、孤独の道を歩いていく。
お前は彼女のそばを永遠に離れる。もう彼女のそばに戻れず、その笑顔を見て手を握ることができなくなる。一歩踏み出せばもう戻れなくなる。お前は本当にそう望むのか。行け。その手で私を葬る。私の怒り、悲しみを、消えた私の存在を、一人で前に進む力にするのだ。この世界に雷電女王の帰還を宣告するのだ。真の雷の律者になれ。さようなら、雷電メイ。目覚めてから彼女はずっと飛んでいた。ベナレス、崩壊獣、怪物、地上の人々はそう叫んで逃げ回る。それらの声は届かない。彼女の心にあるのはただ一つのざわめきだけ。女王のために戦い、自分をベラと呼んだ女王を守るために
彼女は雪原を越え、山々を越え、星の海を越え、属性を越え、最後彼女は落ちて二度と飛べなくなった。思い出を守って死んだ竜、その心にはある声だけが残っている。女王様、もう一度名前を呼んでください。チャージ完了。
私は。あれ？ここは、千葉学園？どうしてここにいるの？動くな。あんたはケビン・カサラナ。君は虚数特異点を閉じようとしたが、虚数造物の襲撃により落とされた。君を受け止めはしたけど、その怪我は相変わらずひどい。空の律者の力は弱まった。これで君には猶予が与えられた。あんたが私を助けたってこと？どうして？ライデン・メイに感謝するといい。彼女が君を助けたんだ。超空死の心配はいらない。災害は終わった。彼女が君の代わりにこの都市を守った。何言ってるの？メイ先輩が？あとは彼女自身が説明するよ。彼女が来た。どうやらもう答えは出たようだね。一緒に行くことにしました。あ、ライデン・メイ、ヨルムンガンドへようこそ。キアナちゃん、私は正気よ。これは私が決めたことだから放っておいて。どうして？冗談じゃない。そんなの認めないよ。ヨルムンガンドになんて行かせない。キ
ティアナちゃん。どうやら君にはまだ解決しないといけないことがあるようだ。話したいことを彼女に話すといい。しかしあまり時間はない。話したいこと？理由を教えれば私を理解し安心して離れられる。いいえ、彼女をより後悔させより苦しませるだけだわ。話したいことはもう心の中で何度も話した。キアナちゃん、あなたに出会えて、一緒にいろんなことを経験して、たくさんの思い出を作れて、私は幸せだ。あなたは好きなことをして理想を実現させるといい。私は暗闇に向かい、代わりにあなたを光に戻す。彼女に最後の別れを告げよう。ライデン・メイ、こちらの世界へようこそ。メイ先輩、どうして？メイ先輩、どうして？あいつらがしてきたことを知ってるのに。知ってるし、気にしてない。キアナちゃん、もう終わり。メイ先輩。まだ終わってない。絶対に。Yeah.
息も絶えないのくせに、私のこの拳で止める。Thank you.
私は絶対に諦めない。いつもこう、体がボロボロなのに無理やりに笑う。あなたは私を、みんなを助けてくれた。なのに一人で全てを背負おうとする。自分の命をも犠牲にして。メイ先輩、それは私の使命だから。世界を救いたいなんて、そんなの分かってる。メイ先輩、でもどう耐えればいいっていうの。先輩、ダメ。私にとってこの世界なんかよりもキアナちゃんの方がずっと大事よ。その手を掴んだ時から、私の運命は変わった。あなたは私の人生の中で一番大事な人。もしあなたを助けることが罪なら、その罪は私が背負う。さようなら、キアナちゃん。